さあ、始まりました。少量チャンネル。イェイ。今ですね、翔太と晩ご飯を食べながらお酒を飲んでたんですけれども、翔ちゃんがかなり酔っ払ってますので、カメラを回したいと思いまーす。イェイ。しばらく翔太の酔っ払った様子をご覧ください。何飲んでんの？ビール。おいしい？うん。お酒と待った待った、そこだとかもう全然入ってないから、あ、じゃあこっち来て。どっちよ？こっち側。あー、何今日は何お酒と友達になったんだよ。それガチめの人が言うセリフじゃない？だってあれよ。何？いやもう親友ぐらいかな。お酒が親友？親友になってきた。お酒が友達っていう人はいるけどさ、うん、もう親友かな。いやまあでもやっぱり使い酔いとかもなってきたし、今まで、うん、何度もまあ傷つけられた、傷つけ、うん、でもまあでも結局あんたしかいないよねっていう、うん、あなたしかいないじゃん結局みたいな。ね、何があったの？何があったの？励ましあって生きていこうっていう。待って。え？俺がいるじゃない。いや、そうなんだよ。そう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 。でも、あなたは。疲れてんの？あなたは、あの、家族でしょ？ YouTube 疲れた？うんうん。違う違う違う。そんなことない。あなたはでも家族じゃない。家族。うん。親友。大丈夫かな？あの、ちょっと心配になってきちゃった。一気に飲まないの？はい。ゆっくり飲んで。うん。でも YouTuber 楽しいんだよ。はい、うん。ナイスシューツ。翔太で遊んでるみたいな。ペットみたいで可愛い。ありがとう。俺も氷欲しい。翔太。え？俺も氷が欲しい。はい、どうぜ、お、ぜ、お、ぜ、お。なんかそういうさ、部活入ってた？そういう部活だった、陸上部。え、陸上部だよ。男子と女子で、挨拶の仕方も違ったし。なんで？わかんない。なんかそういうのあるよね。で、なんで急にそんな。いや、なんかさ、え、今も残ってんのかな？あ、俺も焼酎欲しい。負けない負けない負けたくないから笑顔でごまかさない、愛はもっとほろ苦い、愛されたい愛されたい愛されたい。終わんねん。何？終わって、見てミニ冷蔵庫もらったよ。あ、見てほらピンクの冷蔵庫かわいい。何も入んないよ、そんな冷蔵庫。ミニ冷蔵庫で着替えようかなって。どういうこと？ここにさ、うん、大きなさ、湖を作ろうと思ってて。ここにキスマークつけようかな。ダメ！今から、うん、落とした方が勝ちで。落とします。いくよ。うん。はい。よいよ。もうやだな。だって自分が言い出したんです。ああ、お腹いっぱい。お腹いっぱい、胸いっぱい、おっぱい。やめなさいってもう。2時間経ったゲーム。経ってない？待って、じゃあセーブするからちょっと待って。全然、全然進まないよ。仕事持ってけばいいじゃん。仕事を。電車の中でやりなさい。電車の中ね。せっかくリングフィットもらったのにさ。うん。してるしてる。できなくなっちゃう。してるよ。うん。だからそれができなくなっちゃう。え、だから、一日置きとかに持っていけない。どうぞ、心の痛みを拭って、小さな子供の昔に熱い、あ、間違えた。間違えた。俺さ、歌番組で間違えたいタイプ。どういうこと？違うの？なんか、みたいな感じ。あの、紅白とか。
紅白はちょっと間違えるの重いから、うん、なんか、わかんない。M ステとかで。あー。で、もう M ステとかでも、今じゃさ、あれだけどさ、ライブ形式でさ、歌ってさ、うん、間違える人になりたい。ちょ、やってみて、それ。あと、その M ステでもさ、階段転ぶ人になりたい。登場の時に。じゃあやって。てるてるーん。でも、ちゃんとニコってしてるよ。うん。なりたい。歌番組出たいな。あとさ、そう、ずっと言ってんだけどさ、会見をね、うん。したい。何の会見すんの？なんか、やっぱ、離婚会見だな。なんで言うの？どういうこと？違う、悲しい自分を演じたいの。不倫されましたみたいな。あ、そう。でも私は強いですみたいな。じゃあやっていいよ。記者になって。こうやって差し出して、こうやって。難しいなぁ。でも、なんかさ、その、悲しい。こだわり強っ。悲しいやつもやりたいの。悲しいやつも。だからその記者会見じゃないの？なんかもう、本当あれなんです。ああ、辛くてっていうやつもやりたいんだけど、うん、なんかめっちゃ笑う記者会見とかもやりたい。記者たちが、面白いよね、みたいなやつ。じゃあ、ちょっとやってもらっていい？無理やれないよ、そんな。なんか俺記者会見とかしてさ、うん、まあ、なんかもう、なんでもいいよ。別に食べ物でもなんかのやつの、なんかのやつで、俺が立ち去るから、ちょっと寝ちゃいそうでありましたけど、それについてどう思いますかみたいな記者やって。うん。じゃあ、そこら辺に。じゃあ俺が、じゃあ行くよ。記者ってこと？はい。じゃあ本日はありがとうございました。翔太さん、熱愛報道ありましたけど、その件について一言お願いします。これやりたい。誰かが見てますよ、やつ。なるほどね。そう。違う。言っちゃいけないオーラを出されてる人みたいな。ああ。会釈だけして去るみたいな人多くね。あ、そう、そうなんだけど。女優さんとか。そうなんだけど、一応なんか、私は守られてますよみたいな感じで。なるほどね。言いたいけど言えない。これがマイクなの？うん、やりたいな。やりたい、それ。私は守られてますよみたいな。やつをしたいです。ちょっと誰な？私もしたいんですよ。今のふんふんってな。うざ。キレートレモン。